ラスト賞は1971年のアメリカ合衆国の青春映画。監督はピーター・ボグダノビッチ。出演はティモシー・ボトムズとジェフ・ブリッジスなど。原作はラリー・マクマートリーの1966年の半自伝的小説ザラスト・ピクチャー賞。第44回アカデミー賞にて作品賞、監督賞、助演団優勝。 助演女優賞、脚色賞、撮影賞にノミネートされ、ベン・ジョンソンが助演男優賞、クロリス・リーチマンが助演女優賞を受賞した。1950年代初頭のテキサスの小さな町あなり委員。高校生のソニーと親友、リュエーンにとって唯一のデート場所は町で一つしかない映画館。ソニーは、 シャーリーンと付き合い始めて一年の記念日を迎えるが、最後の一戦を超えさせない彼女に不満を抱き、別れることに。一方、デュエーンは、金持ちの娘で、街一番の美人 JC と付き合っているが、JC の母は、デュエーンでは物足りないと交際を反対する。そんなある日、ソニーは、フットボールのコーチに、彼の妻、ルースを病院に送ってほしいと頼まれる。 夫にないがしろにされ、精神的に不安定になっているルースに最初は戸惑うソニーだったが、彼女の優しさに徐々に惹かれていく。そして、クリスマスパーティーの夜、二人は口づけを交わす。一方、ジェイシーは同じパーティーにデュエーンとやってくるが、レスターから裸のプールパーティーの話を聞くと、デュエーンを放り出して、そちらに行ってしまう。 ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、時代や設定を駆使したピーター・ボグダノビッチ監督の小さな街の青春物語は、悲しくも感動的な古典的名作で忘れがたい名演が満載である。であり、57件の評論のすべてが高評価で、平均点は10点満点中9.01点となっている。メトクリティックによれば、 15件の評論のすべてが高評価であり、平均点は100点満点中93点となっている。ありがとうございます。